皆さんこんにちは。コーディネーターの郷田です。コーディネーターの木村です。私たちラレーヌは南青山にあるアトリエケイドレスサロンでクラシカルエッセンスをテーマとし、デザインから縫製まで全て自社で行っているドレスサロンです。レンタルはもちろんオーダーも多く受けたまわっているドレスサロンになります。今日はドレス紹介ということで、希少なイタリア産のシャンパンゴールドのレースを使用したドレスをご紹介させていただきます。はい、まあ、ノースリーブと七分袖2パターンあるんですけれども、どちらも非常に人気で、あのシルエットも綺麗っていう風によくお客様から言ってもらうんですけれども、木村さんも大好きなドレスで、はい、はい、たくさんお客さんにご紹介してるのを私はよく見てます結構自分自身が個性的なものが好きっていうのもあるんですけど、なかなか他のショップでは見かけないような、本当ラレンヌオリジナルっていうのもすごくあるドレスで、レースが本当に珍しい、初めて私も見たんですけど、他店さんのホームページとかも見るんですけれども、なかなかこの色っていうのは絶妙で、クラシカルなんですけれどもモダンさも入った特別なドレスなので、ぜひこの後デザイナーから詳細のご案内があるので皆様ご覧いただければと思います。はい、これ以外にもデザイナーのチャンネルだったりイベントのチャンネルいろいろあるので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、はい、じゃあまず皆様にご紹介したいドレスはこちら、希少価値の高いイタリア産のシャンパンゴールドのレースを使用した A ラインのクラシカルモダンな一着です。私は基本的にドレスをデザインするときは素材とデザインとイメージを両方同進行で進めていきます。でも数年前に雑誌を見ていて、それは洋書のファッション雑誌だったんですけど、それを見てた時に、ああこんなレースあったらいいな、素敵なレースがあるんだなって、レースに一目惚れした素材があったんですね。その当時は珍しいケミカルレースという素材で、すごく繊細な糸を使っていて、糸がグラデーションになっていて、あ、この素材ならウェディングに使ったら面白そうってずっと数年前から探して追いかけていた素材がありまして、生地の展示会が年に何回かあるんですけど、その時に探して探してやっと見つけたのがこの素材です。で、この素材、イタリアの素材です。で、ケミカルレースといって、幾何学的な模様に、なっているんですが、日本の素材だと、この目の部分がもっとしっかりとしていて、こんなルーズな編み方ってしないんですね。まあ、イタリア人ならではの、この、繊細で、大胆なカット、作り方っていうのはとっても日本人には真似できない素材だと思います。あとさっき言ったグラデーションというのは、このアイボリーとゴールド、まあいぶしゴールドですね。いぶしゴールドのツートーンのようになっているこのグラデーション的な使い方のレース。これ本当になかなかないです。私数年追いかけて探しました。で、この素材も実はこの一端しかないよ、あとこの後もう生産することはないよって言われていて購入した貴重な素材です。このイタリアのメーカーさん、実はもうなくなってしまったので、もう似たようなテクニックのものを柄違いでも購入することはできません。ですので私すっごく大切に大切に大切に取ってある素材です。
てこの素材を一目惚れしてやっと見つけて購入してどんなデザインにしようかなって考えた時にもうやっぱり素材がいいということはお食事もそうですけど素材を生かして味はシンプルにデザインはシンプルにということでシンプルな V ネックの A ラインに仕上げました。でこのドレス実はウェディングドレスとカラードレスと2バリエーションあります。ライン的にパターンは基本的に変わらないんですがウェディングドレスの方が七分袖カラードレスの方がノースリーブスタイルにしてます。ウェディングの方はトレーンを長めにバックアクセントのちょっとデザインリボンをつけまして後ろ姿をちょっと豪華な感じにしておりますけどカラードレスの方は、シルクオーガンジーそれもゴールドの素材この素材に合うゴールドの素材を探して、ゴールドのドレスということで作りましてもう本当にシンプルに大人のドレスとして仕上げています。まあこういう素材を好まれる方は基本的にクロートです。やっぱりカラードレスって赤とか黄色とかピンクとか水色とかこう分かりやすいカラーが人気があるんですけどこのようなやっぱり珍しいゴールドとかベージュトーンというのはもういろんなものを見慣れていて着こなせていて新たに新しい発見っていうことで選ぶ方が多かったりおしゃれ上手な方が多かったりするのでもうおしゃれ上級者の方におすすめの素材です。ぜひ気になる方はラレンヌのこの貴重なゴールドのレース、多分もうなかなか新ドレスとして誕生したりすることは少ないんですけどもう本当にここに残ってるだけで今回今一人この素材を使ってオーダーしたいっていうお客様がいらっしゃるので使わせていただいてもうだんだん残りが限られてきてます。気になる人はもう速攻に来ていただいた方がいいと思います。貴重なレースです。私たちから伝えきれないデザイナーからの思いだったりっていうのもこちらの動画に詰められたかなと思うのでぜひ皆さんの気持ちに何かこう届いてるといいなと思います。はい、届いてますように、はい、この他にも引き続きドレス、まあ、ラレヌでレンタルしているドレスの紹介だったりデザイナーがドレスデザインするところのからの、まあ、誕生秘話等々この別の動画でご紹介もしていくのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。ドレスはすべてアトリエで一点一点丁寧に仕立てた国産のオリジナル、ぬくもりある手作りのドレスは花嫁自身の真の美しさを必ず引き出します。上質な素材と計算し尽くされたパターンで愛情を込めてお作りしたハンドメイドのドレスは永遠の愛の誓いにふさわしい輝かしいオーラを放つのです。結婚式を迎えるまでの大切な時間、花嫁の個性を素敵に表現したドレスを喜びと感動とともに真心を込めてお手伝いしたいと願っています。